はい、こんにちは、那須ひろかぜの高木です。本日もね、バラの話していきたいと思います。えっ、ー、と、今日は、もう8月、もう、ね、もう、暑い、暑い盛りなんですけど。えっ、ー、と、ちょっと遅くなったんですけど、夏の暑さ対策。の話をしていきたいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いします。さて。 えっとですね、まあ、結局、ですねあのまあ、もう今暑いですね、夏バテしてないですか皆さん大丈夫ですかえっと人間もこの8月の暑さって夏バテしちゃうんですけどどうしてもねバラも夏バテしちゃうんですよ。なので、えっと、まあ、できるだけね暑さ、まあ、その10円のバラはなかなか難しいんですけどでこれに関していうと鉢バラの方がより夏バテしやすいのでま鉢、あ、バラを、まあ、特に鉢バラを夏どうやって。 その夏バテというか夏の暑さから守って夏バテさせないかっていう話をちょっとねまあもう8月はもう暑いよって言われそうですけど今日はやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします今日えっ、ー、とサンプルとして頑張っていただくのはロサオリエンティスプログレッシオのシラノド・ベルジュラックっていう品種でございますえー、とねあのまあ焼酎林のロゼット咲きで香りもすごくいいバラでここにいてもすごいいい香りがするバラです 花付きもいいですね。多肥だとね。ちょっとたい。まず、あ、肥料多めだとちょっと開きにくくなる傾向があるので、えっ、ー、とまあ、肥料はちょっと控えめぐらいがちょうどいいかなという品種でございます。えっ、ー、と、この子に今日はサンプルになってもらって頑張っていきたいと思います。じゃあ、あ夏バテって何っていうと夏バテって言うとですね。ま葉、あ、よくあるのが葉っぱが黄色くなったり、葉っぱがちょっとこうくにゃっと丸くなったり、いくつかちょっとまあ、ちょっと手元に見本がないので、いくつか写真をこの辺にこの辺。 どっっか入れててもらいいるとこういう状態木葉っぱが黄色くなったりこう葉っぱがちょっとくしゃってなったりこういうような夏バテの症状がまあね8月になるともう,もうなってるよって人ももしかしたらいるかもしれないですけど、えー、とそういうふうにならないようにもしくはなっても、まあ、今からでもまだまだ対策、まあ、これ以上ね悪化しないためには 夏場ってじゃあまずねえっとね夏場の水やりの話でいくと、まあ、ちょうど多分3回ぐらい前の、えっと、2番かごの剪定と、まあ、夏の管理みたいな話の時にもお,お話しさせていただいたんですが健康的で、えっとまあ、葉っぱがしっかり茂っている状態で夏迎えられたんであればすごくその葉っぱがついていると水をどんどん、まあね、あの必要として、えっと、水切れしやすくなる。 う状態だと思いますので、あのいつもいつもね水をたっぷりあげるようにしてくださいよって話をねちょうど3回前かなぐらいにしてるんですけど、えっと、まあそ,その話のおさらいです、でまあ、これは、まあ、こうやって今のこのシュランドベルジュラックみたいに、葉っぱい,まだいっぱいついてるよと元気だよっていう状態で夏を迎えられたんであれば、まあ、実際に、ね、皆さん日々水やりされていると思うんですけど、やっぱりそのね水切らさないようにしてほしいなと思います。朝、午前中、涼しい時間に水やりしてで、場合によってはやっぱり夕方切れてくるんで、夕方もやりましょう。 であのね、バラの水やりって午前中しかやっちゃいけないんですかって話もあるんですけど夏の暑い時だけは大丈夫です夕方やってくださいもう何なら昼でもいいと思います昼にもあの水あげてもまあまあ大丈夫だと思いますんで、えー、と乾いた時には水切らしすぎないようにして、えー、と水やりたっぷりあげるようにしてくださいでまあその3回前の復習になっちゃうんですけどそうやってちゃんともう元気にバラが 動いてて、まあ、夏もあのしっかりすくすく育っててで水をどんどん求めていると肥料も切れやすくなるので肥料を定期的に、えー、とそのちょっといつもより少なめの肥料を、えー、と短いスパンであげた方がいいですよっていう話を3回前にしたのでちょっと3回前の、ね、やつも動画もお参考にしてほしいんですけども、まあ、そういう時にはね、まあ、引き続きねき出すとか、えー、バラのストレスブロックとかを、まあ、こういう活力液とかそう活力液みたいな 類するようなものを使っていただけると、まあ、そういう追加の肥料分補充にもなるかなと思いますんで。使っていってください。水たっぷりあげるんですよっていうのが、まず。夏の、まあ、暑さ対策の一つなんですが。このたっぷり水をあげるよっていうのにもポイントがあって。えっ、ー、と、結局ね、中途半端に水をあげると。朝から蜂が熱いです。水あげます。中でお湯になります。でお湯になった状態のままだと、熱いままなので。その。 お湯になった水を吐き出して次に冷たい水が来るまで熱を奪って冷たくなるまで水をたっぷりあげてほしいんですでなおさらホースが、えー、とホースの中の水が最初あげる時熱々のお湯が入っている時もありますんで、えー、と最初のお湯は絶対あげないように気をつけてもらってでたっぷりあげて地熱この鉢の中の熱を全部冷ましてもらってそれでも冷たい水がたっぷり入るぐらいまで だから水やりまあもうポイント一つとしては夏場の水やりですねえバラの株が元気がいい場合に関してはお水やりたっぷりいつもあげるようにしてで、まあ、水切れにもさせないであげてくださいよっていうのがまず一つ目ですね。じゃあねそれでもやっぱりこう,蜂が温まっちゃうんですねでそうしたら何かっていうとまあよくね皆さんも聞くと思うんですけどいわゆる二重鉢っていうやつです。中に 空間を作ってあげて直射日光の当たらない空気の層を作ってあげてえと内側の鉢を温まりにくくしますよっていうことなんですけど8寸に対して10寸の鉢を用意していただいてすっと,こうスッとこう入れていただくとですねちょうどでですすすねねねわかかりますかねちょうどですねこの隙間ができるんですね空気の層ができます。 ちょうど影になる部分ができますねそうすると外の直射日光が直接当たらず間に空気の層があることで中の鉢が温まりにくくなりますよってこれぐらいボリュームがあると十数に入れてもおしゃれですねおしゃれな状況になりますので、まあ、こういうふうにね一回り大きい鉢で二重鉢にしていただくっていうのが2つ目の暑さ対策か,かなと思いますさてじゃあ、えっと、水やり それから二重鉢の話して、まあ、3つ目の暑さ対策としては、まあ、1つねあの地面直置きは地面の熱をそのままもらってきちゃうのでこれもまあの、えっと、二重鉢の発想と一緒なんですけど地面と鉢の間に空気の層を作りましょうってことで、まあ、一番お手頃なのは、ね、レンガみたいなやつにこうドーンとドーンと置いてもらうと間に空気の層ができるので。 えとこれだだけでもだいぶ厚さ対策になりますちょっとねおしゃれに飾りたいよとか陶器鉢だよとかっていう人はねポットフィートっていうものもありますんで、えー、ポットフィートにねおしゃれに置いてもらうっていうのもいいかなと思いますんで、えー、とこのね間に空気の層を作ってあげることで、えー、と地面の熱を直接もらわないっていう対策ですね。 じゃああとはこのままお話しさせていただくんですけどその夏場の暑さって何が一番あ、まあ、暑さってまあ結局まあお日様には、ね、バラはね健康状態が良ければお日様にはしっかり当ててほしいんですけどそれでもやっぱり西日の暑さっていうのが厄介なんですね。えー、と西日まで当たって夕方まで暑いとそのまま夜も暑くなってしまうのでバラがいつまでたっても休めない。 人間もそうじゃないですかやっぱ日中どんなに頑張ってもね,、まあ、ねタイヤで寝苦しいんですけど夜ぐらいゆっくり休みたいっていうのは多分バラも同じことを思っていると思うのでできれば、まあ、日中ね、ね多少お,、まあ、お日様に当ててあげたいんですけど西、まあ、日,日はね避けれるようなところに置いてあげると、まあ、特に鉢ラだとねこれなんかもう,なんかもう特にもう持ちやすいですし、えー、と夕方の西日,日だけでもね当たらないようなところあの半日陰になるようなところね午前中しっかりお日たま当たって。 夕方の西日は当たらなないようなところにね夏場を置いいいいてあげるとといいかなと思いますでそれでもやっぱり夏バテしちゃういつも夏バテしちゃうよとこれあ暑さに弱いんだなっていうような品種であれば、あのーまあ、午前中の日の光ですら半日陰ぐらいでいいのでちょっと遮光をかけるような遮光カーテンみたいなのじゃなくても例えばちょっと壁面にスノーコを立てて光の量を減らしてあげるとかそういうことをしてですねちょっと暑くならないような。 対策を、まあ、影を作ってあげるような対策も1つ、えー、暑さ対策だと思いますので鉢、まあ、だったら、ね、移動できるっていうメリットがありますんで西日を当てないところに置いてあげるとかすのこを立てるとか遮光カーテンを引いてこう光の量を減らしてあげるみたいな対策もしてもらえるといいかなと思います。えとここまで、えーと 水や,りね、水やりたっぷりやってくださいよって夕方もやってもいいですから水切らさないでくださいよってそれから二重鉢ねこの直接日の光当てないで空気の層を作るんですよって同じようにあと地面にも直接置かないんですよでそれからちょっと日陰になるところを作ってもらえるとより優しいし、まあ、西日当てないようなところに鉢腹だったら移動しましょうねってお話をしてきたんですけどそういうなんかその物理的なまあその日の光を軽減させる方法以外にえー、とまあこれねずっと えーと4月ぐらいからねご紹介してきた園芸資材バイオスティミラント資材バラのストレスブロックっていう商品がありますでこれね何かっていうとその一番本当一番使ってほしいのがバラの高あバラの,その、えー、と夏越しの高温とか乾燥とかの,その環境ストレスに対して強くなりますよっていう資材でございますなのでまあ本来で言えばですね、えー、と梅雨明け前から使ってほしくて何度かご紹介してきたんですけど 皆さんでこれね何かっていうとねその、まあ、今言ったように、まあ、定期的に上げることでそのやっぱ厚さとかね乾燥とかっていうのからそのバラを,を,、まあバラをまあ、強く育てて、えー、とバラがそういうのに抵抗できるだけの強さを持ちますよっていう資材でございますので、えー、と夏の今からでも間に合うかな間に合わないかなでもまあ是非ね使ってほしい資材でございます。 であのまあ、大体、えー、と1,000倍に薄めて、えー、と毎週1回使っていただけると、まあ、効果が出るかなと思います今年ねやっと乗り遅れちゃったっていう人はね来年こそ梅雨明け前から使い続けて暑くなる前から強い体を作ってもらえるとその暑さに抵抗するだけの力を,を蓄えて。 夏を迎えてくれると思いますのでぜひ使ってみてください。あと、いつも通りなんですけど、バラのストレスブロックね、使ってみたいと思います。今ね、じょうろにちょうど5リットル水が入ってますんで、まあ、よく振ってもらってですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、キャップ開けてもらって、でキャップにね、計、えー、量がの線が入ってますんで、えーと5リット、5リットルに対して1000倍だと5ミリになりますんで、このね、一番下の線なんです。ちょっと今見、見にくいかな、一番下の線まで入れてもらって。 でそれをに入れますそうするとね千倍液ができますんでこれをしっかり混ぜてもらってでたっぷりバラに貫注します。 こんな感じでスストレスブロック使ってみてみください。はいというわけで今日はえっ、ー、は夏の暑さ対策ってことで、えー、と夏場まあちょっとねもうね8月も上旬入ってまして、えー、と暑いさなかではございますが、まあ、今からでもね是非ね暑さ対策していってもらいたいなと思ってですね暑さ対策の話をさせていただきましたあのーまあ、水やりねしっかり切らさないようにやってくださいよとか二重鉢とか、えーとまあ、ちょっとね地面から離すとか 日陰西日当てないとか日陰作るとか。あと最後ね。ストレスブロックのご紹介、またさせていただきました。ぜひね。あの広がりではこれえっと毎年4月からあのまだいたい。その大苗ですね。大苗だと、ね、えっと根っこが張り始めたぐらいから。 えと定期的に寒中、えーまあ、水やりに混ぜてあげることで、えー、と夏、まあ、かなり夏バテしない株が作れるようになったなと思っている商品でございますのでぜひね皆様にも使っていただけたらなと思います。ということで暑いさなかではございますか皆様お体に気をつけてガーデニングをお楽しみください。というわけで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。